小上層もどきは、東大草か東大草属の一年層。日本では沖縄県を中心に気化植物として分布する。輪廻の植物の種で記載された植物種の一つである。花に止まる角紋しじみ、ハテクサは1メートルに達する。茎は直立し、形容は卵形から皮芯型で固成し、長さ3から12センチメートル、幅1から6センチメートル。 葉の円は全円が基本だが、しばしば巨子や切れ込みを生じ、葉の形態は変化が大きい。茎の先端に小さな肺状過剰集産状につけ、過剰周囲の包容は耐性し、基部が緑白色白,白から赤紫色に色づく。双方線体は普通1から2個で円形。果ては三角形で直径5ミリメートルほどになり、成熟すると下水する。 アメリカ合衆国アルゼンチンの熱帯原産で、世界の熱帯から熱帯に広く帰化し、帰化地域では畑の境外雑草となっている。日本では太平洋戦争後に沖縄県に帰化し、神奈川県でも採集された記録がある。台湾でも1987年に報告され、その後中国大陸に侵入し、関東省、雲南省などで雑草として蔓延しつつある。 本種は禁煙種の症状層と混同されることがあるが、症状層の法要が独特のバイオリン型で基部が鮮やかな赤色を呈するのに対し、本種の法要は卵形、筆身型で、基部は白系統の色であることで区別できる。双方線帯の形状が症状層は横長楕円型に対し本種は円形である、等の違いもある。ありがとうございます。